ザ。こんにちは。はい、さあいよいよ開幕、スタメンオーダー予想、はい、最終回です。そうだね。はい。このカードまあロッテと日本ハムだけども、はい、これぜひ注目してくださいよ。これはねロッテが一番難しかった。12チームの中で。これはなぜかというと、はい、やっぱこう外とポランコがいるでしょ、うんうん、どっちか守備につかせなきゃいけないんだよ。そうですね。で外がファーストに仮につくとしたら、うん、内野がダブつくんだよ、うん、使いたい選手が使えなくなるのか。そうで外を DH にしたらポランコが、うん、いや使えないんじゃない守りに行かせなきゃいけないんだよ。なんかそんな記事も出てましたね。そしたら ZOZO の春風って大変だと思うよ。それはお前ドームでも落としてたのにさ。無理ですよあんなね。いや無理っていうかそれをさせなきゃいけないから非常に難しかったですよね。そしてなんといっても豊さんこの開幕のカードを解説するということで、うん、そうだね。まあこれをね最終回に持ってきたっていうのはここなんですけれども、やっぱり味噌だな。味噌なんですよ。味噌。いや本当に。だから豊さんは自分の予想が正しいか間違ってるかを現場で、ね、一目瞭然だからさ。ほほってなるっていう。まあこの動画をね両監督が見といてくれることを願う。こっちに寄せてくれればいいですけど。なんか新庄監督はなんかこいやもう豊さんがやったからもうそれでいきますよなんて。いや言ってくれそうじゃない。でも厳しいですよ。いや厳しいけどね。そう厳しいけどなんかやってくれそうな感じがするんだよね。しかも2夜連続ですか。そうだよ。2夜というか2試合連続。ラジオテレビだからな。大変。まあ頑張りますよ。千葉行くんですか。千葉行くゾゾにね。強風じゃないといいですね。いや本当だな。じゃあ髪型乱れるから。あ、それ大丈夫です。大丈夫か。大丈夫です。さあロッテと日本ハム、はい、ここはね小島投手と伊藤大海投手と、ね、いうことはもう発表されてます、はい、というわけでじゃあちょっとねこの両投手だからっていうところのオーダーっていうのももちろんあるんですよね。いやもちろんもちろんもちろん、うん、あるよ。じゃあまずロッテから見ていきましょう、はい、一番ないんだ、まあうん、はい一番、うん、センター岡、はい、これはなんかすんなりきます。まあそうだね、はい、まあ先頭打者ホームランも打ってるしな、うんうんうん、あのね一番岡選手ってのはオープン戦でもこの打順で、まあそうだね、使われてましたし、ね、まあ状態も良さそうだしね、はい、だからまあ岡で行くかなというね。さあこっからですね。もうこっからこっからもう悩み始める、うん、で2番、はい、セカンド藤岡。あ、いや藤岡がねずっとね怪我でね離脱してたんだよ、うん、そうですよね。ただ内野安打を打ってた、はい、足の捻挫から、うん、いや久しぶりに出て全力疾走して内野安打、はい、足完璧だな。大丈夫大丈夫間に合ったぞ。間に合ったと証明されましたね。だから浮上が、ああなるほど、いいと思いますよ、はいはい、で3番 DH 外。外を DH で使うんですね。そうだな、うん、でもね藤原が怪我したでしょ、うん、藤原が元気だったらこれがまた迷うんだよね。いやそうですね。外野手もダブつくから本当ですね。いや本当にそうか。でも外状態どうですかバッティング外、うん、まあまあじゃない。大丈夫ですか、ね、いや大丈夫だと思うよ、うん、ホームランも打ってるしさ、うんうん、まあまあ彼は日本でも実績あるからな。あ、まあ、そうですね、うん、だからまあ大丈夫だと思う、うん、はい、で4番ライト山口、うん、山口浩輝選手あの4番で使ってますね監督。まあそうだな、うん、まあ今年は4番を守り通してほしいなっては思うけどね。そうですよね、うん、去年の前半とかすごい良かったりとか、まあ、ちょっと波もありましたけれどもなんかそれが安定してくるといいですよね。万波と同級生でしょ。あ、そうなんですか。そうそう同学年でやっぱ真ん中がゴーンいっちゃったからな、うん、自分もああいう風になりたいんだろうけどさ。いやぜひ行ってほしいですけど。だからまあホームランばっかりが4番の仕事じゃないからね、うん、やっぱ打点だからさ、うん、打点をやっぱ大事にしてほしいな。なるほど山口にはね。そっか今年の課題ですね、はいはい、さあ5番です。5番はレフト、うん、ポランコ。危ねー危ねー危ねー。いやもうただ彼ホームラン王だからね言っても昨年の、うん、パワーね。あーパワーね。この日の天候で見るってのはどうですか。無風だったらもう岡が横についてるからピッタリとねセンターほったらかしで多分な。いやだからまあ打席は減ると思うよ。あまあそうですね。そりゃそうだよ。そりゃそうですよ、ね、しょうがないよね。ただやっぱ外を守りに使わせたり、うん、ポランコ DH にしたりとか、まあ、それは臨機応変に今シーズンやっていくとは思うけどもね。ただ開幕に至っては、まあ、そうだなレフトで行ってもらうと。で行くな、はいはい、6番、はい、サード中村翔吾選手。
状態が悪かったんだよね、うん、オープン戦の当初って、はい、やっとここに来て、はい、まあ、状態が戻りつつあるかなって。でも打たなかったら上田久斗だとか、はい、います安田だとか、はい、いっぱいいるからね。そうなんですよ、まだ、 だからこれ本当今年やらなかったら、うん、もう終わっちゃうっていうぐらいのつもりで、はい、中村翔吾はやらないと。そうですね。で、はい、コンバートもね今シーズンからしましたし、まあ、そうだな、うん、このコンバートでダブつくんだよね。そうか、まあ、まあまあしょうがないよな。でもな、そうですね、しちゃったんですもんね、はい、俺も中村翔吾サード賛成だからさ。あ、それは賛成なんですね。そうそうそう、セカンドではなくて、はい、うん、さあ7番です。7番ファースト安田、うんうん、外を DH にした分だけ。あ、そっかそっか、だから使えるのか。いや、だからダブついてるって。上田にしようかなと思ったんだけどさ、はい、まあやっぱり安田の方が一律の長はあるかなというね、はい、まあ、そうですね、経験者でもありっていうところですけど、ね、まあそうだな、うん、はい、で8番がキャッチャー佐藤俊也選手です。はい、スタメン開幕マスクかぶると。まあそうだな、うん、まあ、キャッチャーとしてちょっと不安な面も多いけどね、うん、多いけどやっぱバッティングを買って、はい、まあ、佐藤俊也へ行くと、うん、はい、で9番、9番ショート友杉と、はい、友杉選手、うん、ね、まあ茶谷と、はい、まあ、迷うけども、はい、まあ足がある、うん、まあ、友杉かなって、うん、本当はね DH 角中入れたいんだよ。あ、そうだ、あのしぶとさ。そうですよ、外野で使うってなるとさ、山口外す4番外せないでしょって。それは無理だ。そうか、そうでしょ、ポランコホームランを外せないでしょ、うん、でも本当は DH で使いたい。だからその外選手を取ってきたことによってのそのいわゆるダブつきというかそうだな嬉しいんですけどダブダブになってる。そうですね、これはまた、まあ、外を取った中村翔吾をサードにコンバートした、まあ、これでダブついたんだけどね。ただ二遊間はすっきりしたかなっていう。あ、逆に、まあ、藤岡、まあ、非常にバッティングの成長も見られるし、はい、まあ、友杉、はい、ね、スピードがあるし、うん、だからまあいい二遊間になってくるかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、さあ対する日本ハムです。はい、はい、日本ハムはどうでした、まあ、簡単にスッときました。まあまあ意外と簡単だったけども、うんうん、けどもけども相手が左っていうことを考えるとね、はい、ちょっとこうするしかないのかなっていうふうには思うけどね。じゃあ見ていきましょう。1番です。1番スティーブンソン。あ、はい、はい、先生、はい、レフト、はい、はい、うんうんうん、じゃないと左が来た時の1番っていないんだよ。ああ、他に他になんかこういない感じがするんだよ、ね、ハマる選手がいないってことですよね、はい、うん、で2番、はい、センター松本剛。あ、松剛、はい、松剛選手。この2番っていうのはね、うん、1番が出た時には非常に脅威になる2番だよ。うん、うん、やっぱこう右打ちもうまいし、はい、引っ張らしてもうまいし、うん、今年もう首位打者狙ってるみたいなね、うんうん、まあ、そういうこともあるしね、まあ、打てるというかね、打てる2番、はい、松本剛選手、はい、はい、3番です。3番 DH、はい、レイエス、はい、お、一発もね、あるかもしれないレイエス。いやー、一発もあるかもしれないで、当たったら半端なく飛んでいくからさ、うんうん、そうですよね。あ、だからすごく期待はしてるけどもね。ただまだ未知数なところってまだちょっとありますよ。豊さん的に不安だなっていうのはレイエス、まあ、速いボールがどうなんだろうっていう、まあ、あの結果が出てるボールっていうのは変化球であったり、うん、中間球なんだよね、半速球というか、はい、まあ、そういうボールに対しての反応はすごくいいけども、うんうん、やっぱ速いボールがどうこなしていくのか、うんうん、まあ、ここら辺かなっていうふうには思うけども、ね、はい、さあ4番です。4番はマルティネス。あ、はい、ファースト、はい、はい、うんうんうん、ね、あ、4番でマルティネス、ここはいいってことですよね。でファーストで、そうそうそう、うん、キャッチャーではなく、はい、はい、で5番ライト万波、万波選手、はい、うんうん、はい、で6番、はい、サード野村。ああ、ジョーですね、はい、うん、でこっからが迷ったな。じゃあここまでは結構すんなりいったんですね、うんうん、まあでも若林がいて、うん、若林がスイッチヒッターで、うん、一番適任だったんだよね、本当はね、怪我、まあ、怪我もそうだけど結果が出てればね、そうですね。でも4試合使ってノーヒット、挙句に怪我をしたっていう、ここら辺がねちょっと残念なところで、新庄監督もそう言ってましたね、まあ、そうだね、うん、だから7番セカンド石お、はい、和成、はい、
ね、キャンプの初日から絶好調という、うん、キャンプのいつ行ったのかな俺、その時に話ができたんだよ、あ、石井選手と、うん、はい、そしたらもういつでも開幕していいですって言うぐらい仕上がりがめちゃくちゃ早い選手だった。あ、そうなんだ。だからまあ今年はね、まあ、昨年あたりからバッティングもちょっと良くなってきてるし、うん、変わってきてるから、まあ、7番セカンド石井と、はい、で8番キャッチャー伏見、うん、伏見選手、はい、はい、うん、いっぱいいるキャッチャーの中でね、伊藤っていうこともあったら伏見でいいかな、うん、まあ、経験ね、豊富ですもんね、はい、で、9番、はい、ショート水野、お、水野選手、はい、なあ、はい、水野も1番打ったりとかもしたことあるんだけどもさ、うん、スティーブンソンの方がね、相手にとっては嫌だろう、うんうんうん、というオーダーでいいですか、まあね、はい、まあ、ポイントはやっぱり野村かな。あ、それはなんでポイントが野村選手になって、うん、つまずくとここやっぱりね、万波っていうのは相手にとって、まあ、昨年実績も出てるし、うん、嫌だと思うんだよね、はい、でマネチネスもある程度数字も持ってるし、うん、だから、まあ、やっぱり日本ハムで溜まってくるポジションっていうのは6番の野村のとこかなっていう、そうか思うんだよね、うん、で昨年4番でスタートして、うん、でやっぱこう打てなくて外されて、うん、はい、で挙句の果てにはポジションを失ってみたいな、うん、まあ、そういうことになったよね、はい、で外野までやってみたいな、うん、でも今年清宮が怪我してサードがパカッと開いたと、うん、まあ、そこにつけ込んできたよね野村が、はい、だからここでポジションをしっかり取れるかどうかだよね。そうですね、うん、で打順的にも6番ということを考えると、うん、まあ、ここに溜まってきそうな感じがするんだよね。なるほど。だからここで野村選手が打てれば、うん、日本ハム得点力も上がるだろうし、上がるだろうし、一人のレギュラーがまた育つっていうことだよね、うん、万波に続いて。そうですね、うん、だから、まあ、非常に期待をしてるけどもね、うん、野村には。そうですね、はい、いやね、でもお話聞いてるとロッテ、日本ハムそれぞれ の, その打順というか打線というか楽しみというか面白いですよね。いや今年の日本ハムは楽しみだよ。うん、本当そう思いました。やっぱピッチャーもいいしさ、はい、あとやっぱりいかに点を取る、うん、でもエラーがまだちょっと多いな、うんうん、オープン戦でも課題ですね。あ、連鎖するんだな、あそこは。なんでだろう、1個出たらボロ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 出だすからさ、うん、だからそこを止めないと。そうですね、うんうん、あと DH の DH が今がよくわかんないですよ。 DH の DH って何ですか。いや DH の DH 作っちゃうとかね。いやでも、まあ、頑張ってますよ。日本ハムは10人で攻撃今が顔ね、顔今川君。いやでも今川選手ね、今年オープン戦あの頑張ってますよ。まあ頑張ってる、まあ、一生懸命やってんな、うん、ファームに落とされても腐らず、うんうん、まあ、腐る性格じゃないし腐ったら終わりなんだけど、うん、もう本当に一生懸命やってファームでも打ってね、はい、まあ、また一軍に呼ばれて。そうですそうです。だから開幕あの ZOZO で会えることを楽しみにしておくよ。ね、あの満面の笑みがね ZOZO で本当だよ、もうキラキラ輝いてると。そうだ、歯むき出しになってんな。そうです、そうです、そうだね、はい、はい、でこのロッテ対日本ハムは ZOZO マリンで18時30分プレーボールなんですけれども、まあこれで12チーム全部の開幕オーダー予想、はい、整いました。そうだね、そうですそうです。あとは順予想か、残すはそうです。そうだな順予想のみです、はい、はい。